シカゴ・ブラック・ホークスは、アメリカ合衆国イリノイ州シカゴを本拠としている、ナショナルホッケーリーグ所属のプロアイスホッケーチームである。ホークスと省略して故障される場合もある。シカゴ・ブラック・ホークスは、NHL のアメリカ合衆国進出への一環として1926年に創設された。創立当初、ブラック・ホークスの選手の多数は、この2年前に相次いで閉鎖された。 西部カナダホッケーリーグや太平洋岸、ホッケーリーグ出身であった。チームの初シーズンは、ホワードラインのミッキー・マッケイ、ベーブ・ダイ、ディック・アービンらが、それぞれリーグの最多得点争いに加わるなどおおね成功したと言える成績を残した。ところが1927年は、プレーオフの第一ラウンドで、タイ・ボストン・ブルーインズ戦に敗退し、 翌1927から1928シーズンにはリーグ最低成績に沈む。1931年テントリアのジョニー・コット・セリグディフェンスのサイウェントワース。ゴーリーにはチャーリー・ガーディナーを敗してチームは初のスタンレーカップ決勝に進出するもモントリオール・カナディアンズの前に終盤で連敗し敗退する。1932年もキラ製のような選手を取り揃えるが プレーオフでの成功には結びつかなかった。1934年には、スタンレーカップ初優勝を飾る。この時の対戦相手は、デトロイトレッドウィングス。ゴーリーのチャーリー・ガーディナーの剣手とポール・トンプソンの20ゴールが、光った。なお、不幸なことにこのシーズン終了のわずか2ヶ月後に、ガーディナーは、返答の感染症により死去した。 この後3年余りにわたってシカゴは泣かず飛ばずの状態が続き、1938年頃は物洗いの種にされ、過労死で、プレーオフに顔を見せる程度であった。ところが、このシリーズのモントリオールカナディアンズ戦及びニューヨークアメリカンズ戦では勝負を決める試合で相次いで延長戦ゴールを決め両チームを痺れさせた。そして、 スタンレーカップ決勝の対トロントメイプルリーフス戦に駒を進めた。ブラックホークスのゴーリー、マイク・カラカスは負傷し、序盤で決勝戦には出場できる状態ではなかった。そこでチームは1か8かの賭けに出て、当時トロントのマイナーリーグに所属していたアルフィー・ムーアをゴーリーに起用する。この賭けは吉と出て、ムーアはカラカスの開遊までの2試合に出場し、 わずかに2ゴールしか許さなかった。こうして、ホークスは2度目のスタンレーカップを手にした。1944年には、クリント・スミスのリーグサイダーアシストにより、同ラインのダグベントレイ、ビル、モシ・エンコがそれぞれシーズン30ゴールを挙げ、再びカップ決勝に進出をした。準決勝では、デトロイト・レッド・ウィングスに快勝したが、決勝では、 圧倒的な戦力を誇ったモントリオールカナディアンズに4連敗となす術もなく敗れた。この後数シーズン、シカゴは NHL のお荷物チームの典型となる。1945年から1958年までの間、たった2度しかプレーオフ進出がならなかった。1950年代の後半にホークスはボビー・ハル、スタン・ミキタ・ディフェンスのピエール・ピロットや、 ゴーリーのグレンホールラゴールデンルーキーを次々に獲得する。1959年、1960年と連続でこれらの年度の優勝チーム、カナディアンズに完敗し、1961年もカナディアンズはホークスを一周戦と手ぐすめを引いて準決勝で待ち構えていた。モントリオールのスター軍団を徹底的に消耗させるという作戦は、 守備的な作戦ではあったが見事に功を奏し、シカゴは第6試合で勝利を収める。勢いを買って決勝ではデトロイトレッドウィングスに勝ち、カップ優勝を決めた。1960年代には二度決勝に進出しているが、両方とも敗れている。1960年代を通じてシカゴはボビー・ハルの4期連続50ゴール以上、ミキとの二度にわたる得点を獲得。 ピーロートの3年連続のリス賞受賞などもあり、有力チームの一つとしてみなされていた。クレンホールは、1967年の NHL 拡大に伴い、新規参入のセントルイスブルースに移籍、1969年には、1958年以来、チーム初めてとなるプレイオフ出場を逃した。1967年ブラックホークスは、ボストンブルーインズと、 あとに、スポーツ史上最も一方的なと形容されることとなるトレードに踏み切る。このトレードで、ブラックホークスの放出選手は、フィル・エスポジト・ケン・ホッチ、フレッド・スタンフィールドこれに対し、ボストンからの加入選手は、ピット・マーチン、ジャック・ノリス、ジル・マロットのそれぞれ3選手であった。マーチンは長らく、ブラックホークスの花形選手となるのであるが、それにもまして遺跡3選手のエスポジト、 ホッチ及びスタンフィールドは大活躍をしてわずか数年でブルーインズを一躍、トップチームへと上り詰めさせ二度もスタンレーカップ優勝に導いた特にフィルエスポジトはブルーインズ加入後に数々の得点記録を樹立し NHL 史上最も偉大な選手の一人としてホッケーの殿堂入りを果たしたシカゴはこの トレードの不守備にもかかわらず1971年には2年目、ゴーリーのトニー・エスポジト、オフェンスのハル、デニス、ミキタ、ディフェンスのパッド・ステープルトン、ビル・ホワイトを要して、スタンレーカップ決勝に出場。この時は、カナディアンズの前に敗れた。また、1973年にも再びカップ決勝に進出した。1970年代の残りは、チームは、 毎年プレイオフに参加するも参加試合で連続16連敗をキスするなどカップを狙えるようなチームではなかった。1976年にはボストンブルーインズからボビー・オアを獲得するものの体調不良によりシーズンの大半に欠場、その後1979年に引退する。1977年にもスタン・ミキタも同様に年間23試合しか出場していない。 1982年になると、ブラックホークスは、ノリス・ディビジョンの第4シードで、プレーオフに参戦し、その年のシンデレラチームとなる。2年目のデニザ・サバールの32ゴール119ポイント、ダグ・ウィルソンの39ゴールなどの活躍により、ダラス・スターズ、セントルイス・ブルースを連覇。しかしもう一つのシンデレラチームバンクーバー・カナックスに、黒星を喫する。 翌1983年も第3ラウンドまで進み、シカゴは前年がフロックでなかったことを証明する。1984年は不調であったが、1985年には第3ラウンドまで進み、またもエドモントンに惜敗する。1980年代後半もシカゴはプレーオフの常連であったが、いずれも初戦で敗退している。この原因は、 攻撃力不足ではない。事実、サバードやスティーブ・ラーマーはそれぞれシーズン30ゴールを常に達成していたのである。1989年、地区第4位の成績で、しかもプレーオフ第1ラウンドで3連敗をしながらも、ゴーリーのエドベルフォアセンターのゼレミーローニックらの活躍でシカゴはカンファレンス決勝に進出した。しかし、この時もカルガリーフレームスに敗れ、 スタンレーカップ決勝への参加を一した。翌1990年もノリス地区優勝の実績を引っ下げてプレーオフに乗り込むが第3ラウンドでエドモントンオイラーズに敗退する。1991年もレギュラーシーズンではリーグ最高成績で会長賞を獲得。しかしプレーオフ第1ラウンドでミネソタノーススターズに敗れる。1992年 ローニックの53ゴール、2年前にカナディアンズから移籍したディフェンスのクリス・チェリオス、ゴーリーのベルフォア、未来のスーパースターゴーリーのドミニク・ハシェックらの活躍でスタンレーカップ決勝に進出するが、ピッツバーグ・ペンギンズとりわけ、マリオ・ルミューの敵ではなく、4連敗を喫する。1993年は、ベルフォアの剣手により、シーズン40勝を達成し、 カップへの遠い道のりを目指す。しかし、第1ラウンドでセントルイスブルースの前に会えなくくした。1994年には勝率5割前後の成績を残した後、1995年のストライキで短縮されたシーズン中に、チームは本拠地をシカゴスタジアムからユナイテッドセンターへと移転した。同年にはバーニー・ニコルス、 ジョー・マーフィー・リョ選手が四十八試合で二十ゴール以上を挙げ、チームはプレーオフ第三ラウンドに進むが、デトロイト・レッド・ウィングスの前に敗退した。ベルフォアは、その後ダラス・スターズにトレードで放出され、チームは1 9九十年代後半に低迷する。この当時では、シカゴでは、エリック・ダーゼ・ローニックとのトレードで加入したアレクセイ、ザムノフト・ニー・ヤモンテや、ゴーリーのジョセリン・ティボーが、 チーム内でのスリーリーディングスターとして目立った。しかし、シカゴは、プレーオフを4年連続で逃し、2002年も、プレーオフ第1ラウンドで姿を消した。2002年夏には、アモンテがフェニックス雇用手図に移籍し、2003年も、シカゴは、プレーオフ進出を逸した。2004年から2005年の NHL ロックアウト、終結後の2005から2006シーズン。 チームは前シーズンタンパベイライトニングでスタンレイカップを獲得したゴーリー、ニコライ・ハビブリンを獲得するが、シーズンを通したハビブリンの不調もあり、チームはプレーオフ進出を逃した。翌2006から2007シーズン、マーティン・ハーブラットラをトレード獲得するものの NHL ワーストの成績に終わる。しかしドラフトで全体1位の指名権を得ると、パトリック・ケインを指名した。 2007から2008シーズン、ケインがチーム1の得点数を上げ、2006年ドラフトの全体3位指名のジョナサン・ティーズもここぞという場面で活躍。最終的にチームはプレーオフを逃すものの、来年未来へ向けての巧妙となった。2008から2009シーズンフリーエージェント解禁日にリーグ屈指の好選手、ブライアン・ギャンベルとクリストバル・ヒュエーを獲得。 若手では、ケインやティーズに加え、クリス・バース・ティングなども活躍し、チームは実に7年ぶりにプレーオフに進出する。最終的に、ウェスタンカンファレンス決勝まで行くが、デトロイト・レッド・イングスに敗れ去った。2009年オフまたしてもフリーエージェント会金日に、レッド・イングスから、マリアン・ホッサとトーマス・コペッキーを獲得する。2008から2009年に、チーム1の得点を挙げた。 マーティン・ハブラッドはミネソタ・ワイルドに移籍した。また、チームはディフェンスマンのダンカン・キースと大型契約を結んだ。ホッサーは2009年のプレーオフで痛めた肩を手術したため、シーズンを大きく出遅れることとなる。しかし、ホッサー不在にもかかわらず、オリジナル6では2008-2009年シーズンから、年始上最年少でキャプテンを務めていた、ティーズや得点、 アシストポイントにおいて、チーム3冠だったケインらを中心にスタートダッシュを成功させたホークスは、その後も快進撃を続け、最終的に112ポイントを獲得し、中地区1位、プレイオフでは第2シードを獲得する。プレイオフでは3月から、聖ゴーリーを任されていたアンティニエミや、怪我人続出のため急遽 RW からディフェンスにコンバートされて注目された。 ダスティン・バッファリンや13試合連続ポイントのテーブス、ラの活躍もあり、第1ラウンドのナッシュビル・プレデターズを4勝2敗、第2ラウンドのバンクーバー・カナックスも4勝2敗、カンファレンス・ファイナルのサンのゼ・シャークスを4勝0敗で、下し、ファイナルのシンデレラチームであった、フィラデルフィア・フライヤーズを4勝2敗で破って、見事49年ぶりの優勝を収めた。 デイブ・ボーランドら目立たないながら活躍する選手が多かったプレーオフだった。ありがとうございます。